氷川きよし、佐賀、予備子のイカで親孝行、同じ境遇のみんな頑張ろな。歌手の氷川きよしがが24日までに自身の SNS を更新。佐賀で親孝行したことを報告した。写真、海辺に佇む寿妙に色っぽい。インスタグラムで、久しぶりの佐賀県の予備子のイカ父も自分もバウオが大好き、と綴り。 イカで有名な佐が予備子の名店を訪れた様子を公開した。いつの間にか恒例になった両親にできることは全て全力でやってあげたい。父母に産んでもらい働いてくれて一人っ子の私に愛情たくさんかけて育ててくれた。自分に今できるベストのことをしっかりやると両親への思いを投稿。同じ境遇のみんな頑張ろな頑張ってる人たち偉いよ、とも呼びかけた。 氷川清できることはすべて全力でやってあげたい。父と海鮮料理楽しむ姿を公開。歌手の氷川清キヨ47が23日までにインスタグラムを更新。両親への感謝を綴った。写真、海鮮料理楽しむ姿を公開。氷川は、久しぶりの佐賀県の予備校のイカ。父も自分も万宝が大好きと綴り、 自身のショットや予備子の風景写真を投稿した。いつの間にか高齢になった両親にできることはすべて全力でやってあげたい。と両親への思いを明かし、父母に産んでもらい働いてくれて一人っ子の私に愛情たくさんかけて育ててくれた。自分に今できるベストのことをしっかりやる同じ境遇のみんな頑張ろうな頑張ってる人たち。偉いよ、とフォロワーへ呼びかけた。 続けて、ストーリーズ機能を用い動画で投稿し、父と飲食を楽しむ様子を見せている。